ものすごい大きな穴が開いていますよね。この一つ一つの穴の直径を測ってみると10メートルとか20メートルあるんですね。ハマースはガザの地下にこう迷路のように通路を掘ってあって、地面を貫通して爆発するバンカーバスターって呼ばれるような兵器をイスラエル軍が使ってるってことなんですけれど、ガザ地区へのイスラエル軍の攻撃が激しさを増しています。10月31日ガザ北部の難民キャンプを空爆。ガザの保健当局はこの攻撃で50人以上が死亡、およそ150人が負傷したとしています。イスラエル軍はハマスの司令官を狙った空爆だったとし、地下にあるハマスの施設を破壊したと説明しました。東京大学の渡辺教授は最新の衛星画像から北部だけでなく中部地区へも攻撃の手が伸びていると分析します。25日はこれですね。32になるとたくさん線が増えてますね、地面に。こういう網目のような線がたくさん走っていることが分かると思います。イスラエル軍の車両がおそらくはこの境界線のあたりから突入をしてきて、上には市街がありますね。そこに向けて攻め入ってきているってことを示しています。半月前にガザ地区の北東5キロに集まっていたおよそ300両の車両も28日にはすべて移動しています。元が数百両あった車両の群れがいなくなっているということと、この地面にたくさんの線が重なって引かれているということを合わせて考えると、少なくとも数十台の車両が侵入しているということがわかります。30日の衛星画像が今最新の状態なんですけれども、これ近寄っていくとですね、こうすごく大きな煙が上がっているのがわかると思います。で、これはイスラエル軍が空爆を行って、かなり大規模な火災が発生しているということで、普通の市街地に攻撃をしているということがこれよくわかります。煙の近くにはズーの文字が。太平洋戦争の時に日本のいろんな町が焼け野原になりましたね。大阪もですし、東京もですし、今ガザ地区で起きているのはそれと同じような、もう跡形もないような破壊をもたらすような軍事行動が行われていると思います。で、このまま止まらなければ大変な犠牲が出るというのは確実に考えられますね。